それではやっていきましょう。ザンの娘。ちょっと前に戻りまして、これを登るとハッターにスパーン突っ走りされるところだったんですけども、あ、ちなみに皆さん、どこか変わった点に気がつきませんか？そうです、 HP がなくなりました。なんかね、スクール MV かなのデフォの設定でなんかああいうのが出ちゃうらしいんだけども、雰囲気に合わないからっていうんで外したらしいです。で、分岐が多いゲームなんでセーブ箇所が増えました。あといろいろなんか難易度調整とかもあったらしいんで、まあ詳しくは公式サイトへと。で、俺気になるのはこっち、この斜め階段さ。あ、主人用の階段、そういうのあるんだ。あるんだ、そういう、あの誰用階段とか。じゃあとりあえずザンはやっぱりここでザンされてしまうわけか。なんてこったい。で、さっき言おうとしたのがスパルタン X を思い出すなっていうね、ステージが終わって登っていくさ、ザッ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 と、ドゥンドゥク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 と、もう BGM 忘れちゃった。おちょ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 、バラーン。あ、今のあのやられた時の声似てない？バラーン、こんなんだっけ。で、ちょっと飛ばしますね。で、アリシアパートなんですけども、ちょっと探索の幅を広げてみたいなと。主人用の階段、こっちは入れないところで、アリシアだったらいけると。さらに上行くと2階に上がる。2階があれだっけ、血まみれだったとこ。まだ先がある。3階からあの音がする。あの人がお屋敷の中に入ってきたの。早くザンを探さなきゃ。で、いろんな部屋があるな。父、ガッドの寝室だ。返事はない。他を探そう。ケイトったら水を替え忘れたのかしら。男性用浴室。ねえザン、いる？シャワーの音じゃない。シャワーの音っていうとあれ思い出すな、グッサンのシャー。うん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 、ジャリーうんうんうん、ジャリーって。このネタを分かる人だけ分かってください。ザンの寝室。ねえザン、いる？いないですよ、お嬢様。物音も聞こえない。鍵がかかってる。ザンが私の声に返事をしないはずがないもの。今ここにはいないんだわ。ザン。空き部屋。ここは階段か。やべえぞ、ぐるぐる回って。回りきれてないとこもありそう。変ね。厨房の入り口に鍵がかかってるなんて。玄関側の食堂から回り込めば入れるからいいんだけど。つまりここは入った方がいい部屋なのかな。ザンがさ、ザン、あ、しまった、こっちに来ちゃった。この残念な部屋に入る前にさ、入りますか入りませんかってあったから、入る前にやっぱりいろいろとしておかなくちゃ。あれ、歩みが遅くなってる。ここ来るのはまずったかな。あれ、どこに行くんだニヤ。あー、やっぱり。うわー、いろいろ分岐がある。どうしたんだニヤ、せっかくニヤのに見ていかニヤいのかニヤ。見たくないニヤ。うん、おん、この誕生パーティーが始まるのをメイは心待ちにしていたんだけどニヤ。じゃあ、あなたが祝ってよ。にゃにゃにゃ、みんな意地悪してるんだわ。ザンもパパもケイトもみんな私のことが嫌いだから、だからこんな意地悪するんだわ。あなたは私が好きなんでしょ。そうだにゃ、ミーのはにゃ嫁。ミーはお姉さんが愛おしくてたまらないよ。いっそ、その汚れのない魂を、食い散らかし、食い散らかしてしまいたいほどだにゃ。ごまかせてないにゃ。いいよ。にゃ。
好きにすればいいんだわ。もう、どうでもいい。お姉さんは、それがどういう意味なのか分かっていないね。ミーがお姉さんを食べてしまったら、この楽しい夢の世界は終わってしまう。これはお屋敷に見えて夢の中の世界だったのか？楽しい夢？少しも楽しいことなんてなかったわ。もしもミーが君を食べてしまったら、ミーと君は一つになれるけど、君はミーの花嫁ではなくなってしまう。ミーが君を愛してることに変わりはないけれど、ミーはちょっぴり寂しいような気もするにゃ。あなたの言ってること全然わからないけれど、いいよ、愛してくれているならあなたの手で終わらせて。え、これは何？こういうゲームオーバー？こんなつもりじゃなかったにゃ。でも君がそこまで言うのにゃら、Bが君の願いを叶えてあげるにゃ。目を閉じて、Bが君を連れて行ってあげる。地獄へ。これはさすがに画面オペラか。まあ一応エンドだけどバッドエンドかな。最後に私が感じたのは、チェシャ猫の唾液にまみれた牙が私の首筋の皮膚を破り、熱い血液を滴らせながらその肉を食いちぎったこと。そこには痛みも恐怖も嫌なものは何一つなくて、私はようやく自分という存在を消せることにひどく安堵していた。そしてジェシャ猫の手で赤い首輪が私の首から取り去られ。今のメッセージ速度のカクカクっていうのはなんか演出なのかな。そろそろこと切れてしまうピクピクって感じの、そういうわけじゃないのかな、たまたまかな。小さな金色の鈴がチリリンと音を立てた。エンド、にゃんちゅうの花嫁。にゃんちゅうことになってしまったんだ。回ってないとこどこだ？こっちの奥に行くと、これはアリスルームかな？ザ・アリスルーム。アリスルームには入っちゃダメ。ねえ、ザン、いる？いないにゃ。返事はにゃーい。そうよね。アリスルームにはザンだって勝手には入れないんだもの。もしかして食堂かしら？食堂があれか。あの、あそこか。そうだ。今日は私のお誕生日なんだもの。食事の準備を手伝っているのかも。このフラグ立てって必要あるのかな。バスルーム入ろう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 。ねえ、誰か入ってる？シュー、ウォンウォンウォンジャビー。もしかしてみんな食堂に集まっているのかも。グッサンも入ってなかったね。窓がある。お、他の突き当たりとは違う感じ。窓があって、外には静まり返っており、雨の音以外は何も聞こえない。果たしてこのフラグ立てが、あの、残念な残のあれのところに関わってくるのかな。ちなみにこっち側行くと同じだね。このイベントスキップのため押しっぱなしにすると、チェシャ猫めっちゃ急いで来たよ。どこに行くの？タタタタタって、ちょっと待って待って待って、イベントあるからって。前回のパートの最後のところまで来たけども、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。違うメッセージが書いてあったりとかはしないか。そっちは厨房なんや。ハッターはそこでも仕事をしたようだから、多分破片がいっぱいあるんじゃにゃいかな。
今の君は見にあい方がいいと思うにゃ。入れるんだ。グロいの苦手な方はこのパートの最後まで見終わった後に注意してください。調理台の上に黒い布にくるまれた棒状のものが8本並んでいる。8本。誰の分だ？ザンと？この黒い布はザンの服。肩から肘、肘から手首、あ、だから8本か。太ももから膝、膝から足首、それぞれの先端には手も足もついていない。ただの布にくるまれた肉の塊に見える。持って行ってあげよう。ザンに返してあげなきゃ。ザン、ねえ、持ってきたわ。ごめんね、一度には無理だから腕だけ持ってきたの。こっちが右腕、左腕かしら。ねえ、つなげば治るでしょ。大丈夫よね、ザン。ほら、見て、ザン。あなたの腕よ。ザン、ほら、あなたの。狂ってしまったエンドが？ねえ、ザン、返事をしてよ。ザンってば。いやー、壊れてしまったのかにゃ、ミーのはにゃ嫁。だから言ったのに。そんな君もかわいいにゃ。おバカさん。エンド、黒い人形。まあ絵がなくてなかっただけまだ良かったかなと。じゃあ例の裁判とやらに行きましょうかにゃ。その前にお茶者お行き並んでみる。まだこの部屋なんかありそうな気もしないでもないけど、行くか。扉の外からかすかに喧騒が聞こえる。扉を開けますか。ダメ、行かないで。これはあれかな、柱時計を下げた子。柱時計だっけ、でっかい時計。誰？説明は後。とにかく行っちゃダメ。早く行くにゃ、ミニョ花嫁。こんなやつに買わんことはにゃい。アリシア、こっちへ来て。どうして？あなたは誰なの？私は行くんだにゃ、アリシアお姉さん。早く行くにゃ。私はあなたを殺すために来たんだ。え？アリシアお姉さん、早く行くにゃ。あれ、小さな子実は助けてくれるパターン。行かないで、アリシア。お願い。あなたは殺されなくちゃいけないんだよ。なんだろう、小さな子は何からアリシアを守ってるんだ。実はなんだろう、アリシアを変な方向に行かせようとしてると思いきや実は守ってるパターンか。さすが石田明。俺の中で勝手にね、もし俺が当てる子してなかったら、あの石田明さんが当てる子してます。最初にね出てきた印象の通り。お前なんかに彼女は渡さないにゃ。こんなところで姿を現して彼女が君の言うことを信じると思ったのかにゃ。姿形は変えられても君は何もできない赤ん坊のままだにゃ。邪魔はさせないにゃ。
アリシア。あの子はおみのものだにゃ。正体がわからないやつがいっぱいいるからな。セーブ画面が開け、今度はお父さんパートか。アリス、あの子は私の妹だった。あの子に思いを打ち明けられ戸惑いはしたものの、私はそれを受け入れた。ザンのとこみたいにね、こっちも兄弟で愛し合ってるカップルだからね。あの子が成人するまで待って、私たちは両親にこのことを告白した。当然両親は激怒し、親族からも白い目で見られ、血のつながった兄弟である私たちを祝福する者は誰一人いなかった。ザンのところはね、激怒しちゃったお父さんが妹のヤナをスパーンしちゃったからな。それでもアリスは私に愛されることを望んで、私はあの子アリスを愛することを望んだ。当初両親は私たちに別々の婚約者を与えようとしたが、アリスが私と心中を図ろうとしたことで両親はとうとう諦めた。アリスがリデル家と縁を切り、屋敷を出ていくことを条件に、私たちは夫婦になることを認められたのだった。ほう。遠く離れたこの地に移り住み、私たちは夫婦として暮らし始めた。ようやく手に入れた幸せだった。なのに、アリシアが生まれ、アリスはそのまま亡くなってしまったからな。誰かの声。旦那様、お嬢様は無事ですが、奥様が。アリス。だから、子供などいらないと。お前がいなくなったら、私は一体どうすれば。かわいい女の子でしょ、アリシア、私の赤ちゃん。ほら、ガッド、抱いてあげて。私の分までいっぱい愛してあげてね、ガッド、大好きよ。それから、自分の胸に開いた穴を埋めるかのように、私は制作に没頭した。絵描くの得意だもんね。世間は妻を亡くした不幸な男の解体を喜んで買っていった。生前あの子のために作ったアリスルームに毎晩通い、私は自分で描いたあの子の肖像画に語りかけた。アリス、お前は私のしたことを怒っているか。許されることではないと自分でも分かっていた。後悔している。だが湧き上がる感情はどうしても抑えられない。私はあの子が可愛いんだ。アリシアのことか。なぜだろうな、アリス。まるで私の罪を咎めるかのように、日に日にあの子はお前に似ていくんだ。そしてあの子を愛おしく思うたび、愛してはいけないと誰かに言われているような気がする。お前の命日に、あの子の誕生日に必ず現れる真っ白な肌をしたあの少女の幽霊は、ああ、あいつか、さっき出てきたアリシアを殺すんだぞ、いの子。やはり私を責めているのだろうか。アリシア、お前は私を恨んでいるのか、憎んでいるか、教えてくれ、アリス。私にはあの子を愛する権利がないのだろうか。
シャーロット、どなた？お、パレードの音が。面白い。何度か階段を降りたり、開いている扉をくぐってみたりしたが、まるで景色が変わらない。同じ場所をぐるぐる回っているようだ。ハートの女王の城は迷路になっているのか。興味深いな。などと言ってもおられんが、裁判を行うというからには裁判所があるのだろうが、一体どこに？ということは、そろそろアリシアと再会できそうか。ん？お、トランプ兵。あれ、アリスルームっぽくない？この入り口、これがあるってことはちょっと違うのかな。アリスルームじゃん。アリスルーム。私の屋敷と同じ名前の部屋がこの城の中にもあるというのか。全くわけがわからんな。どうやら私を見かけたら捕まえろと命令されているわけでもないようだ。裁判とやらがどこで行われるのか聞いてみるか。お、セーブできる。この部屋はなんだ。こちらは裁判に出廷する証人の控室です。今回の裁判で証言を行えるのは被告人本人のみです。どうぞお引き取りください。裁判所。裁判所へ続く道はいろいろありますが、今から向かうのであればこの部屋を抜けるのが一番早いでしょうね。お通しすることはできませんが。なんだと？どうぞお引き取りください。お前は何をしているんだ。侵入者が立ち入らないよう控室の入り口を見張っています。何人たりとも女王陛下の許可なく立ち入ることはできません。我々は重大な任務を背負ってここに立っているのです。どうぞお引き取りください。やめる。つまり私が証人であればここを通れるというのだな。そしてここが裁判所に通じる最短ルートだと。証人だと言い張って開けさせるか、強行手段に出るか。さてどうしたものか。何かアイテムを持ってると、お、それは証人の証拠みたいな感じなのかな。バラの木を模して作られた精巧な石膏像だ。こっちの子は？おい、お前。1と2は死後現金。話しかけないでください。そうか、悪かったな。仕方ない、ダイヤの方に聞くか。聞いた。強行はできんのかな。ダメか。一応また話しかけてみる。ハートの2。おい、ハートの2、聞きたいことがある。答えてくれないか。口をつぐんでいる。ダメだ。ダメか。しつこく迫ってもダメだった。ここループになってんのかな。同じ景色が続いているっていうから、あ、ループだね。じゃあ戻ってみると、なんか微妙に壁の色とか床が違うなんてとこないかな。でちょっと離れたとこにあるこのろうそく、これは関係はなさそうだけども、なさそうですね。じゃあやっぱりこいつを脅すしかないのか。まだ何かご用ですか。脅す、いきなり脅してみよう。なんとかしてここを通してもらうわけにはいかないか。できません。そうか、残念だ。それならシャキン、切るしかないな。あのどうした。トランプは切るものだろう。誰がうまいことを言えと。それは意味が違う。開けてくれ、急いでいるんだ。私だって好きでトランプを切りたいと言っているんじゃない。わかるな。あのダイヤの6。はい。開けなさい。はい。いい子だ。どうぞ。強行手段取れちゃった。ありがとう、ダイヤの6。女王に会ったら、お前のことは処罰しないよう頼んでおこう。大丈夫かな。ひどいよ。脅すなんて。泣かないで、ダイヤの6。
かわいい。果たしてこれ本当にいけるのか。アリスルームだ。アリスルーム、私がアリスのために作った部屋とウリ二つだ。城の中をよく探せばどこかに私の書斎もありそうだな。それでどこがその裁判所とやらにつながっているんだ。バラの木の石膏像。パレードは中止か。お、この扉の扉っていうかテーブルの裏側にいたってことは、この奥と手前両方調べられる。そうだね。そしてハリスの絵が、ガットが描いたものと一緒。あれ、特にメッセージないね。ここがね、ガットの作った部屋とそっくりなのか、それともガットが無意識のうちにここと同じものを作っていたのか、ここは誰かが見ている夢の中の世界なのか。まだ塗り切れてない。塗り甘いよ。あれ、もうこのまま扉は壊れているのか、開けることができない。この扉が裁判所内へ続いているのか。だとすれば厄介だな。大工仕事は得意ではない。DIY。開かない。開かない。頑張れ頑張れ。やればできる、やればできる。気持ちの問題だ。開ける開ける。開かる。開かるってなんだ。ダメか。地上は遥か遠くに見える。からおはじめ、これあれかな、裁判始まっちゃってんのかな。ん、絵の向こう側から声がする。あ、そっちなのか。それとも壁の向こうってこと。ふ、どの博士。ダメだ、ちょっとな、遠くからの表現でエコーしてみたけどちょっと失敗したな。今のは失敗。絵の後ろには壁があるだけで仕掛けらしきものは何もない。というよりもこの絵の中から聞こえているのか。飛び込め、マリオみたいに。アリス。ああ、反応した。手に握ったナイフがまるで絵に惹かれるかのように動いている。私にこの子を切り裂けと言っているのか。アリス、まるでお前とあの子のどちらかを選べと言われているかのようだ。もしも今どちらか一方しか選ぶことができないのだとしたら、テーブルの上に乗り、私はあの子を選ぶよ。セーブ。カット、ちょはい、カット、おふう、一発成功。切り裂いた。絵の向こうから、向こう側から聞こえる声が鮮明になった。それじゃあ判決を下そうか。あれはハートの女王の声だ。頼む、待ってくれ。目の前が真っ白になり、意識が途切れ、一瞬の後、気がつくと私は、その法廷に立っていた。カンカン。それではこれより裁判を始めます。頭の中で逆裁の BGM が流れている。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方は、ページにある登録ボタンを押してください。PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。